お疲れ様です、ギャングバスの林です。やっと来たよ、ほんとめちゃめちゃ時間かかった。このエイプを見てくれと。どうすか、完成じゃないですよ、すいません、完成じゃないですよ、あともうちょっとっていうところまで来たんすよ。まあ、撮って、まあ、ちょっと収めとこうかなと思って、もうエンジンできました。で、車体ももう組み付けましたよね、もう全部組み付けました。フロントフォーク、まあ言うてたようにオーバーホールもして、もうインナーも変えて、で、久しぶりにも変わってないけどな、ちょっと強化入って入れて、で、まあそのままな、もうこのピカピカやフロントフォークな、アウターもして、まあ、最近は変えたかな、前から。じゃあ、まあ、変な気持ちは。え？フロントフォークが気持ち悪い。黙れ。変に長い。いや、だから。地球じゃん。そんなもん、お前。めっちゃ気持ち悪い。車体積んだらもうボケるて。あー、お疲れ様です。お疲れ様です。みんなチューブ長すぎません、それ。分かってる。でも、前より短い。まあ、前より短い。前より短い。エイプ用やから、エイプ50とか100用のやつは短いね。XR 用は3センチ長いね。っていうのがあって、短くなってるっていうのはあんねん。もうそこはな、もう俺のあれでも、そのエイプらしく行こうぜみたいな。エイプらしくだよ、だから。これ別にさ、その何、何まあ、極端な話さ、その、まあ、ホーネットとかさ、デファンの足回りとか、別に入れれるよ。な、そこに、な、そのしゃあないやん。いや、それはわかる。無理やりしてどんのみたいな。長さがなんか気持ち悪いって言うんですか。長ないですか、変に。前と一緒じゃんや前よりもだから短い言うてね。で、なおかつやけど若干短くなるっていうのは分かってたから、うん、なこれでちょっとごまかしてないけど、タイヤでちょっと1センチとか 1.5 センチぐらいちょっと高さを稼いでるから、若干前と同じぐらいにはなってるかなと思ってます、うん。で、まあラジエーターはな、もう軽く塗り直してん。これはよく減る塗装。え？よく減る塗装。何？よく減る塗装。何？よく減る塗装ですか？何よそれ。分かれへん。え？サタンですろ？え？サタンですろ？なに？上がるの？あ？意味ないやんかい。じゃあ、あの、そのレーシーの やつを仕上げるわけちゃうから。塗るんやったらとかあるじゃないですか。いや、それってな、もう加工にかかってるやつやんか。そのもう、わかるで。だからそのレース、先と走ろう、レーシーに使う、わかる違う、見た目が汚いからやり替えてんねんな。なんでそんなこと言わなあかんねん、そんなもんどこお前。とりあえずやけど、まあまあ全部塗り直してな、まあちょっと、まあ進化してもらって、まあそれぞれの、まあエンジンこれきれいにしてな、とりあえず聞けよ。で、まあキャブは何もしてないんやけど、キャブはまあそのまんまで、まあまあ、あとマフラーな、マフラーはもちろん、まあ前も見せたブラストをかけて、で、まあ塗り直してみたいな感じで、もちろん耐熱で塗ってみたいな感じかな。まあまあ右左のステップはな、あのエンジンつける関係でこれはつけられへんかって、だからあの今は取ってんねんけど、うん。で、あとはまあまあ正直、まあ細かい部品とかもっと、まあまあタンクはな、今ちょっともうあれしてるから知ってる、うん。え、なんて、いや、うんって言ったんすよ今、うんって言ったんすからその、条件反射みたいなもんやけど、そんなもん。いや、あの、違う切ってるじゃない、切ってない、いや、あの、綺麗にして、いや、綺麗にしてる。まあ、完成まであともうちょっとやな。まあ、ほんま、車体ももちろん綺麗になってるっしょね、もう綺麗にバッチバチに、ほんま、まあ、こうだチェーンとか当たるところはちょっと養生してんやけど、まあ、基本こう綺麗に。どうすか、足が、まあ、ほんまに綺麗にしてますね。ここまでやってたらもう、なあ、まだ怒ってないよ。いや、だからもう最終やん。次でもう最後になるんじゃん、これについては。で、夢と希望持ってるだけでしょ。エンジン乗せる、かける、ぐずついたぞみたいな。多分あれでしょ、仕込んでるでしょ、もう。何を YouTube 伸ばすために。いや、だからもうこれはもう終わり、もう終わるんやでって。終わるところで反対側に思いっきりボール蹴るみたいな。ゴールさせてくれや。前にそういうゴールあるんや。目の前もうゴールのネットがあるわけやんか。もうシュート決めさせて。いやいやいや、なんでそこで思いっきり蹴らなあかんねん。まあ他なあ、いや、仕込むためにね、セーターネタ振りやったわけじゃないですか、今まで。
半年以上かけて壮大な仕込みをやり、うん、ああ半年以上かけて壮大な仕込みをやった挙句またぐちゃぐちゃにアホやろ俺なんでそんなことせなあかんの。もう次の動画は完成の動画やろな多分でしょ多分もう多分せんなふりよ今でそれで思ったらなんやけどもうここまで行ってるやんマジでライブでこの間のちょっと丸パクリなんやけど、うん、もうエンジンかかるまで帰れまってんしようかな寝袋も届いたらいいですかここまでできてんやでいやそんな丸一日以上かかりますかおかしない盛大な仕込みやってますからもうここ寝泊まりせなあかんじゃないですかその日もちろん途中でやめるなんてことは許されへんわけですよねそんだけ振ってるからああまあ途中でやめるはそれはもうだから逆にだからその言うてる通りにもうそのエンジンかかるまで帰りませんそうでしょエンジンかかるまで帰りませんそうでしょ、うん、ただあの不正行為とか阻止行為はなしやもうそれ止めたりするのはやめようあのそんなんさもう積もうとしてるさなんかさエンジンどうとかさいやいやいやエンジンどうやったら優しいじゃないですかえ燃料に何か混ぜとくとかねいやもうそんなにあからさまダメやと思ってだからガソリンの燃料にちょっと混ぜ物捨ててもうエンジンチュルチュルって回す瞬間にもう以上お釈迦になるみたいなねどんな燃料やねんどんぞこれみたいなどんな燃料やねんそんなもんやっぱ中で綿飴じゃないですかお前ほんまそれはあかんぞそれはマジであかんぞもうそれやったら多分俺多分ずっと発狂してるヒーッ言うてんねマジで寝巻き用意していきましょうかで帰られへんから俺エンジンかかるので帰りませんから多分3日か2日はここちゃいます帰らせてくれってもうあ、逆にもそれ、それで言うたらやけどあの、コメント読めるようにしたいんか送り迎えしてくれるやつをまあ、もう一回一人た、もう一人ぐらい立てたらいいよ一人って足ります四五人寄って集まったら1時間ぐらいで終わるよあ、それはそうやな、バイクバイバイクやるやつバイク、それあー、お前の四五人おったらまあ1時間だと終わるでしょあー、終わるただ四五人おったらやでもしこれをやってくれるっていう人がおって、うん、なライブできてさ、うんまあ、俺コメント読んでてみたいな感じで行くやったら、うん、俺絶対多分 P 入ると思うんですよ P も入れてもらわなかったと思うんですよもうめいやガオーってなってますよお前なそれ 100% P やそれも今このあれで今言っとかなあかんからとこのあれであかんで今だから言っとかな今まで言ったことなかったっすからいやマジであかんそこはなあの俺めっちゃ気使ってるでそうでしょ一回もね名前出たことがなかったから、うん、そろそろ久しぶり言っとかなあかんから思って誰やったっけもうガオばかりあのまあそカメラマンやから映ってないから口元隠さんでもいいからそうそうモザイクで撮ったら 100% 消えてるからそうでしょまあまあそこはまあ大丈夫でしょもう面白かったっていうことにしますけどまあそれで言うたらほんまでもあの手伝いに来てくれる人とは思ってんって言うとなるもんなそうそう邪魔くさいしなやってもらおうかなそれが一番なっちゃいますそうやなもうそうそんなボランティア選手の塊みたいな人おるいや僕はいてないですよ僕ボランティアないですから知ってるよ全くもってボランティアじゃないですから知ってるよ知ってる君はボランティアしてるわけじゃないとただまあこれをするにあたってはボランティアじゃないだからお金で払ったらそら来てくれるバイク屋さんの人なんぼでも知ってるなんぼでもちょっとうちで仕事してくれへんすかもう30分1時間でいいんで日当こんだけ渡すんでって言うたらやるやる行く行くやる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 だからそれな呼び方だ俺いっぱいできるいっぱいやるじゃないじゃない違うのじゃないニット出ないのニット出ない出ないいやボランティアボランティアだからもうなんか動画でライブするみたいな話してたらまだ牧本くんああお前そうやね勝手に来たやん、うん、もう花から呼んどこ今回は花から呼んどこ電話かける今ガチで電話かけるわガチで電話かけるわちょっと待ってなちょっとこれ映したらちょっとあれやもんな電話番号そう電話を取るためでしょなもしもし、牧本です。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。まあ、今、電話いける?あ、大丈夫です。はい。はい、あのなはい。ちょっとだけなんか、手伝ってほしいねん。ああ、はい。うん。うん、手伝う。なんか、運び出す感じですね。え?なんか、運んだりする感じですか?
いや、運びはせん、大丈夫、大丈夫。運べへん、運べへん。うん、大丈夫。はい、それで言うたら、ちょっとだけ、手伝ってほしいな、みたいな。うん。まぁ、あ、ちょっとバイク、あやんけ、手伝ってほしい、バイク。バイクですか？うん、バイクあやねんけど、まぁ、あ、それちょっとだけ手伝いに来てくれへん、みたいな。また、時間とか日はまた、改めて言うわ。なんか特に用意とか大丈夫？それは別に身一つあったら大丈夫。あ、まあまあごめん、ちょっと来てもらうのだけあるかもしれんけど、ほんまちょっとで済むことやから、ほんまもうもしかしたら数分とかちゃうか。ああ、そんなレベル、もうちょっと持って終わりみたいな。ああ、まあ持つじゃないけどな。あ、まあまあ早かったら数分ちゃうかっていう話やな。なるほど、分かりました。うん、まあまあごめん、またそうやな、そうや、まあちょっとな、日、俺も決めてないから、時間も日も決めてないから、また決めたらまた言うわ。ああ、分かりました。うん、とりあえず絶対来てな。絶対来いよ、来いよ。なんで？あ、来るって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 言ってた、来るって言ってた。あ、その後電話かかってきても知らないもん。そうやね、もう電話かけんなやろ。かけんのはいいけど、かかってくんのは取ったらあかんから。絶対取れへん。もうきっちり、まあ次かかってもマナーモードやから、ちゃんと取る。うん、なるね。それで言うたら、来てくれるという話やから。あ、まあもうなんでヘルメット持ってこようへんかったんすか。え、なんでヘルメット持ってこようへんの。持って帰らせるの、配達の仕事があるって言ってた。いや、それやったらバイク出来上がっとかなあかんやん。いや、出来上がったらそのまま行ってもらって、九州まで。それで言うたら、思うけど、牧本くん一人やったら、ちょっと、一人でやったら多分時間もかかるの。先みたいに、一人みたいに。一人でさせるってんやつよ、二人ね。え？え？違う違う。小林くんと牧本くん、二人じゃね。まあ、二人やっても、まあ、それで言うたらもう多い方がいいと思うね。まあ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 、うん、それで言うたらやけど、まあ2人の方がいいやろ。2人の方がいい、ね、もう1人な、多分呼べんねん。おう、もう1人呼べんねん。え、ガオそこは呼びられへんね、マジで。もう1人ちょっと、呼べるかもしれへんって心当たりあるね。もう1人、もう1人、近くの人っすか。いや、近くちゃうか。結構近い。飛行機から来てくれるんじゃなくて。え、飛行機から来てくれる人じゃなくて。あ、違う。インドかどうかは知らんけど。九州のライオンさんじゃないですか。九州のライオンさんじゃないですか。九州のライオンさんではない。あ、違うの。九州のライオンさんは、さすがにあれやろ。よかね。ギャランティーえらいことになるじゃん。いや、ボランティアやってますよ、だって今日。いや、だから来てなって言って、あんな年上から言われへんって。いや、これも年下。チャレンジ29年。宇宙に先輩です。先輩にか、目上。チャンネル数が。チャンネル数だけやんけ。先輩や。それでは年も上やし、YouTube 歴は先輩や。登録者数。YouTube 歴で言うたら、さくらさんより宇宙先輩じゃないの。え、そこで言ったら、違う、言うて、トシも先輩やし、YouTube やってるのも先輩やって言ったやん。違う、トシ、だから YouTube やってるのも俺先輩、さくらさんの方が、もう言うたら、登録者数で、まあ、やり始めたのは低い。あ、そうですね。やり始めたのが、俺、うちの方が早いわけよ。そうでしょ。全然うちの方が早い。そうでしょ。早いやろ。でもな、トシが上やからもうこうなってるな。ためやったら分かると。そこもう、ちょっと、この差ありますよみたいな。いや、でも分かるよ、それは。で、たぶんタッチしたんだ。二の危険をかな。二の危険。あ、終わるよ。チャレンジ29です。もしもし、もしもし、お疲れ様です。はい、お疲れ様。どうございました。今ちょっとだけ電話いける。あ、大丈夫ですよ。大丈夫。はい、さあ、今度ちょっとだけ手伝ってほしいことあんねん。はい。まあ、バイクのことなんやけど。僕ですか。うん。大丈夫ですか、素人。え、あ、いける。もう完全にバイクのことやけど、別にあれやから。まあ、売り物とかそんなじゃないから。うん、売り物とか全然違う。大丈夫。うん、ちょっと、まあ、趣味みたいなところのやつ手伝ってほしいね。了解です。うん。待ってください。あ、マジ来てくれんの。え、またちょっとさ、それな、なんかまあライブとかなんかしようかな思ってるから。はい
はい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 、うん、また降りて日程とか言うわ。了解です。日程と時間帯とこの日に来てっていうのは言うから。了解です。ああ、ギャングパーツ T シャツ着ていきます。持ってたっけ。くれましたよ。あ、俺くれたか。知らないですよ。俺それも絶対覚えてないで。まあ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 、まあ、日程はまたじゃあ決まったら。了解です。うん、まあ言うわ。お願いします。あ、じゃあまたまた。じゃあまあとりあえずなんかまあその日だけごめんやけど、ちょっと無理やっても絶対来い。やからじゃない。いやいや違う違う、無理やったとしてもやで、無理やったとしても絶対来いって。わかりました。ハイタッチでも行きました。まあまだまだ細かいところ電話するわ。わかりました、お願いします。はい、お疲れ様。お疲れ様です。さっきと、ね、対応が違う気がするんですよ。やっぱりチャンネル登録数が上やから下手に出てる気がするんですよ。明らかに今見てる人やったら分かると思うんですよ。対応が違うこれみたいな。そうか、またちゃうんかな。まあでも来てくれる言うたからな。まあまあこれやったら早い。じゃあそれやったらもう2人来たよ。でも2人が来ただけでヘビレキかもしれません。いや、ヘビレキかもしれんけどな、これは。でも3人ともヘビレキやったらライブだけじゃないですか。今日なんでお前らが飲んでんねん。なんでやねん。それ面白いね。来た段階でヘビレキみたいな。まあ、それはな、もう完全にな、さすがにやけど、後輩やからね。先輩やったら考えられると思う。飲みながら来たとか。ああ。飲みながら来て。これはライブの前に出すやつですか。ライブの前。あ、飲んできてくださいと。いやもうたらふく飲んで千鳥足で店ご来店お願いしますと。さすがに帰れって言うわ、これ。お前何に来てん。顔出しだけです。お前手伝いに来るって言ってへんけみたいな。もうあの、まあ、とりあえずやけど、もうチャレンジ君も、あ、牧本君も、もうそれで言うたら断る権利はないから。まあ、来るって言われたからね。うん、もう言うたら、まあ一応その、まあこの動画とかもあるかもしれへんけど、その前にもう日程を抑えてやっとくわ。出す前にはもう日程をこの日に来てな、みたいな、うん。この日のこの時間帯明け、まあ、来てなうし、みたいな。こうもうそういうところはもう、先に前もってやるから。今そこで言うたら、やってもらおう。やってもらおう。もうこれで、まあ、次は完成やで。もえ、また盛大なフリ。なんでフリやねん。フリちゃうわ。完成させろ。俺は完成してほしいからやってんの。いや、みんなは完成してほしくないですから。